僕ね、寝がすげえ陰キャなんですよ。ラーメン屋さんに行っていた時に、いつもありがとうございますって言われると、もうそこから先にそのラーメン屋さんに行くのがめちゃくちゃ大変になるとか、あんまり人間として認知されたくないみたいなところあるんですよ。コメント欄にもそういうタイプの人っていると思うんですよね。だからあんまり名前呼びすぎないようにしてるんですけど、コメント欄的には名前を呼んで欲しい人っていうのもそりゃ当然いるわけじゃん。それはわかるよ、 VTuber やってればさ。そこで考えました。今日は全員田中太郎になりましょう。あなたは田中太郎です。これも変えていきましょう。 OK、 完璧ですね。これで皆さん安心して名前を呼ばれることができますね。あ、田中さんこんばんは。めちゃくちゃコメントしてくださる一人の田中さんが、田中さんめちゃくちゃタイプ早いなタイプライター検定1級なんだ田中さん。え、この時代にタイプライター使ってるの？今田中さんの設定は5なんで、初見で名前呼ばれると嬉しいタイプの人で、タイプライター検定1級。先週はごめんね、ちょっと何かにつぼったんですけど何かにつぼったんですけれど、はい。皆さん、タガメってね、飲み込めないんですよ。コオロギとセットだったんですけど、コオロギはガーリック味で味付けしてありますって書いてありました。コオロギは田中は素材の味か。そうなんですよ、タガメは田中はって言っちゃったタナカに毒されすぎて、タガメのことタナカって言ってしまったよ。食べないでください